ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン最終日22日リフゴルフクラブ宮城県6638ヤードパー72セクシーウェアの数々アンシネ写真集セクシークイーンの愛称で親しまれ5年ぶりに日本ツアーで戦うアンシネ韓国最終ラウンド終了後にこの試合で現役でプレーすることはピリオドと衝撃の現役引退を表明した シネは1990年生まれの33歳2017年ワールドレディスサロンパスカップで日本ツアーデビューしその後は主戦場を韓国から日本に移した19年にはプロテストに合格し正式に日本女子プロゴルフ協会 JLPGA の会員となったしかし20年からはコロナ禍により日本へ自由に入国することができなくなった コロナの影響で日本に帰ってこれなくて、しばらくちょっと悔いが残る時間だった、もう一回、日本でプレーをしたかった、昨年、ファイナル QT を受験し、16位で今季前半戦の出場権を手にした。3月、アクサレディス宮崎で10位タイに入るなど、第1回リランキングを26位で突破した、しかし、夏場は韓国に帰国。 今月、沖縄県で開催された国内メジャー、ソニー日本女子プロゴルフ選手権で2か月ぶりに日本ツアーへ復帰、選手権では64位タイ、先週の住友生命バイタリティレディス東海クラシックでは第2ラウンド開始前に危険をしていた。そんな中 今大会終了後には第2回リランキングが実施されシーズン終盤戦の出場優先順位が確定したリランキング上位者は今シーズン残り6試合日本女子オープン t o t o ジャパンクラシック JLPGA ツアーチャンピオンシップリコーカップを除く2出場が可能シードを持たない選手にとって正念場だった大会前の暫定リランキングで43位だったシメは今大会で3位以上に入る必要があったが 結果はトータル1オーバー、28位対リランキング41位に終わり、終盤戦の出場権を手にすることができなかった。トップ3を目指して頑張りましたけど、こういう結果に終わってしまって、自分の実力はここまでかな。ホールアウト後には、歓決まって涙がこぼれた。他の選手たちには今日で最後かもと話していた。川本結衣ちゃんが涙ぐんでいたので、 私ももらい泣きをしてしまいました。仲間たちと離れるのは寂しい。父親が母国で闘病生活を続けていることもあり、今後は家族との時間を大切にする。自分もセカンドキャリアを考える年齢、次のステップに進みたい、これまでたくさんの方に応援してもらった、感謝の気持ちでいっぱい、日本ツアーを大いに盛り上げた一人の韓国選手が、現役生活に別れを告げた。 文、歓喜高政、安心ね、韓国、最終ラウンド終了後にこの試合で現役でプレーすることはピリオドと、衝撃の現役引退を表明した。